フェニックスリーグ第1号ホームランを放った二俣選手、ショートでのスタメンが続いているけど、2024年は内野、外野問わずどこでも守れるユーティリティとして1軍で80試合に出場。試合終盤に空いたポジションを埋める役目を担うことが多かったね。戦術の幅が広がる重要な役割じゃな。それでもレギュラー取りへ燃える二俣選手は、脱ユーティリティ宣言、一つのポジションでレギュラーをつかみたいと、打撃力アップに力を注いでるそう。しっかりと振り抜くことを意識したバッティングはいきなり結果として現れ、フェニックスリーグチーム第1号をレフトスタンドに叩き込んだ。2024年1軍では24歳以下でホームランを放ったのは小園選手と二俣選手だけ。パンチ力のある打撃で来季の主役をつかむ準備は進んでるね。2023年はウエスタンサイトアンダじゃしな、打撃も期待していきたいわい。打率1割9分6厘と振るわない中でも粘りのある打席も目立つ。守備では捕手とセンター以外すべて守り、試合途中からサードに入ることが最も多かった。来季サードを二俣選手が埋め、二遊間は小園選手、矢野選手と世代交代が進む可能性もあるね。菊池選手の牙城はまだまだ高いがな。今年矢野選手がレギュラーを掴んだように、二俣選手の飛躍にも期待していきたいね。ということで、二俣選手、ユーティリティやめます宣言でした。